レオカディオ・フランシスコ・バティスタ・エルナンデスは、ドミニカ共和国プエルト・プラタ出身の元プロ野球選手。1991年2月8日にオークランドアスレチックスと契約。1996年6月3日のカンザスシティ・ロイヤルズ戦でメジャーデビュー。1997年11月18日にエクスパンションドラフトで新球団のアリゾナダイヤモンドバックスに移籍。 メジャー初の2桁となる18本塁打を放つ。1999年6月12日に、ダンプリーサックとのトレードで、ジョーン・フラスカトレと共にトロントブルージェイズに移籍。1999年シーズンは31本塁打を記録。以来、6年連続20本塁打以上を記録した。2000年は、リーグ3位となる41本塁打を放ち、初の救援出場を果たした。 2001年6月25日に、ウェーバーで、ボルチモアオリオールズへ移籍。2003年10月30日に、FA となった。2004年1月6日にモントリオールエクスポズと、契約。キャリアで2番目に多い32本類が、110打点、さらに自己最多の14盗塁を記録したが、一方で、支給率。040はキャリア最低であり、出塁率も、 272と、両、リーグワースト2という低さであった。11月4日に、FA となった。2005年、2年総額1500万ドルで福岡ソフトバンクホークスに入団。背番号は77。打率、出塁率、超打率は、前年より上回り、打率、263、27本類が、90打点を記録したが、 チームの若返り策のため自由契約となった。2年契約のため、残り1年分の年俸も支払われた。2005年12月15日にミネソタツインズと1年125万ドルの契約に合意。2006年は50試合に出場したが、6月14日にリーフとなり、6月19日に放出された。2007年2月20日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結ぶ。 5月8日にメジャー昇格。10月15日に FA となった。2008年3月15日にナショナルズとマイナー契約で再契約したが、5月1日に放出された。バットを構えるバティスタ。ありがとうございます。